その日には絶対に覚えてくるっていうのが、あのね、最高な部分だと思います。みゆちゃんがいたから、こうやってアイドルがね、ちょっとあのみんなに知られたところもあるから、だろうね。だからちょっと不安な部分もあるけど、そのみゆちゃんの部分はみんなでカバーして頑張っていこうと思うんで、あのこれからもアイドリームで遊びに来てください。バイ、みなみあいり、シェイキュー。あの人も弟子みたいな、さよなら。みゆへ卒業おめでとう。みゆが卒業するって聞いた時はびっくりしたけど、今はみゆが決めた道だから応援しています。卒業してもたまにアイドル見に来てね。あ、ちゃんと勉強もするんよ。これから4期でみゆがおらんくなった穴を埋めるので応援しとってください。以上、松野まこでした。バイバイ。離してしまうんだ、早く行こうね、君は。みゆちゃん卒業おめでとうございます。イエイ、いただきます。あの、そう、さっき4期で入って何年ですか？1年とちょっと、本当にお疲れ様でした。みゆちゃんが卒業しても、アイドリが落ちたと言われないように、私が頑張りますので、安心して、学業や、私生活に臨んでください。本当に1年ちょっとお疲れ様でした。また、そう、見ましょう。マスクの月でした。バイバイ。卒業おめでとう。
メッセージを送っています。ミユが IPP 入って早1年半ちょっと、いや約2年いや1年半ちょっとぐらいですね。そうですね、思い起こせばあのトランチこれガサツの人をトランチャーだったんですけど、あそこからミユのアイドリングの活動を始めました。頑張ったと思います。正直今メイちゃんのせいなわけです。コメントを言えって言われても、もう頭真っ白で疲れ切ってコメントが覚えておりません。もうきつい状況です。お腹も空いてます。早く帰りたいです。なのに出ながらコメントコメントって言われて無理やり今しゃべらせてます。簡単にまとめますと卒業おめでとうございます。まあいろいろ思うところはあると思いますが、ね、これからまた新しい人生というか新しい、ね、学校生活というか、ね、いろんなものが新しくスタートしていくと思いますので、そこはリンを頑張りながら乗り越えていって新しい目標をまた見つけてください。アイドリングは本当にゲームね、人気者だったし可愛かったし、僕の中では常に初めて出会った小学校5年生のままでございます。あ、思い出すだけで泣きそうです。エッサーなので、ね、また、ミユからどこ行っても何やっても大丈夫だと思いますので、家族仲良く頑張ってください。頑張ってください。ということで、女子力のマイク、アナウンがお伝えしました。どうもありがとうございました。アナウンでした。
ライナー。